駅舎西側駅舎、東側駅構内ロンドンビクトリア駅は、ロンドンシティオブウェストミンスターにある、ナショナルレール及び、ロンドン地下鉄の鉄道駅である。運賃区分は、トラベルカードゾーン1に含まれる。ナショナルレールとしての当駅の正式名称は、ロンドンビクトリア駅であり、イギリス全体でこの故障が認知されているが、ロンドン市民がこの名前で呼ぶことは稀であり。 大抵ビクトリア駅とだけ故障される。イギリスの鉄道駅として乗降客数はウォータールー駅に次いで多い。ビクトリア駅は隣接した2つの駅を一体化したもので、西側と東側では駅舎の外観や内部の構造に違いがある。西側は1860年、東側は1862年に開業した。駅東部分のプラットフォームはカンタベリー。 ドーバー方面の電車が駅西側のプラットフォームはガトウィック空港やブライトン方面の電車が入線する。ただしこの区分は必ずしも厳密なものではなくラッシュ時や支援発生時などには別方面のプラットフォームへの柔軟な入線が認められている。西側のブライトン方面域は東側のドーバー方面域に比べて入線頻度が高く、それゆえ時間によっては ドーバー方面行きのプラットフォームに入線することもある。また、東側プラットフォームの2番線は、ベニスシンプロンオリエントエクスプレスのホームとして、利用されており、当駅の中で最も長いプラットフォームを持つ。地下鉄入り口ロンドン地下鉄での故障は、ビクトリア駅である。ナショナルレールの駅の北隣に位置し、南北に走るビクトリア線とディストリクト線及び、サークル線の駅となっている。 ありがとうございます。